セギュール公爵フィリップ・アンリの肖像画、エリザベート・ルイーズ・ビジェル・ブラン作、1789年。セギュール公爵フィリップ・アンリは、フランス王国の軍人。1783年に、フランス元帥に上されたほか、1780年から1787年まで、フランスの陸軍教を務めた。アンリ・フランソワ・ド・セギュール伯爵とアンジェリーク・ド・フロワシーの息子として、 1724年1月20日にパリで生まれた。1742年に不評連隊の指揮官に任命され、父の部下としてオーストリア継承戦争に参戦、イタリアとボヘミアを転戦した。1746年10月のロクールの戦いで、負傷。1747年のラウフフェルトの戦いで、片腕を失った。1748年に父の後を継いで、 シャンパーニュとブリーノルテナンジェネラルになり、1753年にはホア博領の知事に任命された。7年戦争では1757年のハステンベックの戦い、1758年のクレーフェルトの戦い、1759年の民伝の戦いに参戦した後、1760年のクローステル関ン,ンの戦いで捕虜になった。 1775年にフランシュコンテの政府で才能を示したことで1780年にジャック・ネッケルの下の陸軍教に任命され、1787年まで務めた。彼は1783年に参謀総長を工場職に定め、兵営と陸軍病院についての規定などの貢献をしたが、一方で任期中には主官任命の条件に、 貴族の地が4分の日と流れていることを定める直令が発された。同年にはフランス元帥に上された。フランス革命の恐怖政治期にラフォース刑務所に投獄され、処刑は免れたが釈放された後は1800年にナポレオン・ボナパルトから年金を受けるまで急暴した。1801年10月3日、パリで死去した。1749年にルイーズ・アンヌ・ドベルノンと 結婚、に何を設けた。ありがとうございます。